皆さんどうも今回はプレミアリーグ第23節アーセナル対リバプールについて振り返っていきますので最後までお付き合いいただけると嬉しいですでは早速やっていきましょう、えー、この試合なんですけどアーセナルのプレッシング、まあ、守備のところがかなりリバプールを抑え込んだリバプールを苦しめたものになったんじゃないかなと思いました、まあ、その方法を中心に話していきますのでまずはこちらをご覧ください、えー、アーセナルなんですけどリバプールの速さを消していくために しっかりとプレッシングをかけることができていました。で、そのプレッシングの方法なんですけど、こちらにあるように、この試合、ジョルジーニョがスタートから使われていて、このジョルジーニョがマカリスタのところまで出てくる形が多くなっていました。で、ここの中央、ハバーツ、ウーデゴール、ジョルジーニョ、この3枚で、ファンダイク、コナテ、マカリスタ、まあ、ここを管理しながら、中央を消していく形を作り出していきます。で、 えとリバプールなんですけど、まあ、ゴメスだったりアーノルドだったり結構サイドバックが内側に入ることが多くなっていて、まあ、立ち上がりの16分18分あたりまではゴメスがかなり内側に入ってくることが多くなっていましたでこれに対してアーセナルはサッカーだったりマルティネンリ、まあ、この2人がかなり内側に絞りながらでなおかつここのパスコースを消しながらプレッシング の準備を行っていきますでなんでこれ内側に入ってくるかというと、まあ、サイドバックを意識していく形っていうのも大いにあるんですけどこの縦関係になるジョルジーニョとライス、まあ、ここの周辺のスペースを管理するためもしくはライスの背後の周辺のスペースをぼかしていくために、まあ、こういうふうに下がりながらでなおかつ内側に絞りながらポジションをとっていたんじゃないかなと思いましたで、えっと、ウィングに対してはしっかりサイドバックが対面を作って ンンツーマンで対応することが多くなっていきますでここで懸念すべき点なんですけど、まあ、やっぱりここのエリアこの中央のエリアっていうのはアーセナルにとって起点を作られてなおかつスピードアップされていく場所でリバプールにとってここを経由しながら攻撃を仕掛けていくと速い攻撃を仕掛けれてでなおかつプレッシングに出てきたアーセナルの プレイヤーたちを置きき去りにするることとができるエリアとなっていま,すまあ例えばですけど18分18秒あたりのガクポがシュートを打ち切ったあのシーンなんかはやっぱりここの周辺で起点を作りながらマカリスターガクポへ縦パスを打つことができたんでどっちにしろ両チームともここのエリアの管理もしくはどのように使っていくかっていうのがポイントとなっていてアーセナルからすると ここのエリアっていうのはかなり懸念点として残っていたものなんじゃないかなと思いますでここの懸念点をじゃあどのように解消していたかというと先ほども少し触れたんですけど、まあ、サカだったりマルティネリがしっかりグッて降りてきてでなおかつジョーンズ、フラーフェンベルクここの背後の選手たち、まあ、背後のスペースをぼかしながらポジションを取ることが多くなっていきますでサカとマルティネンリなんですけど、まあ、ジョルジーニの 周辺のスペースでライスはかなり機動力があるんでこのインサイドハーフに入ってきた時の対応もしくはボールサイドのインサイドハーフに対しての対応を行うことが多くなっていました、まあ、だからこそ、まあ、ライスがアンカー気味でしっかり機動力を生かしながら守備できるんでプレッシングをかけることができていましたしジョルジーニは背後のスペースを消す守備っていうのが 上手なんで、このようなハイプレスが機能していたんじゃないかなと思います。で、ここからどのようにしてプレスのスイッチが入っていたかというと、 まあファンダイクもしくはコナテまあ外側に出たセンターバックにボールが渡った瞬間にウーデゴールハバーツがしっかりプレスをかけてスイッチを入れること唇役を切ることが多かったかなと思いますでこれに対してなんですけどまずリーバプールは2つの前進方法っていうのがあってゴメスが内側に入ってカーティス・ジョーンズインサイドハウの選手が外側に出る形っていうのがありましたでこれに対してなんですけどアーセナルは横ずれを行わずに縦スライド が多くなななっていいいたんじゃないかなと思います、まあ、ゴメスが入ってきた瞬間っていうのはライスがグッて出てきてでジョーンズが外側に出てくるんですがここにはサーカーがしっかりついていく形をとっていきます、まあ、そうすると、ここの背後のスペースライン管にスペースが空いてしまうんですけどファンダイクからすると、まあ、ジョルジーニョ、ライス、サーカーでなおかつウーデゴールが近くにいることによって、まあ、ここのライン管へ差し込むだけの技術を発揮する時間っていうのが 少なくなることと、まあ、ここのしっかり3枚でライン管を隠すようなライン形成をしているんでライン間にパスを出される回数っていうのは限りなく少なかったんじゃないかなと思いました、まあ、だからこそファンダイクからすると近くにつけようとするんですが、まあ、近くの選手をしっかりと捕まえているのがアーセナルでここから飛ばすパスが多くなってきてでその飛ばした先でサリバだったりガブリエウ ホワイトジンチェンコが弾き返してボールを回収してそのままカウンターに出ていく形っていうのを多く作り出していたんじゃないかなと思いますまあ、本当にボールを奪うためにでなおかつ前向きに力を発揮するためにスピードを出していくために横スライドっていうのをかなり 少なななくししていいたたたののがアースナルのプレッシングだったんじじゃないかなと僕は感じましたでもう1個、リバプールのパターンがあって、まあ、16分あたりで、後半はかなり多くなっていたんですけど、インサイドハーフが降りてきて、でサイドバックが内側に入らないパターンですで。このパターンもプレスのスイッチのところは同じで、まあ、例えばファンダイク、外側に開いてファンダイクにボールが入ったときには、 腕ゴールがしっかりプレッシングをかけてくるんですけど、まあ、外側にゴメスがいる場合はサカはまず絞ることから行っていきますでゴメスが外側にいる場合はジョーンズインサイドハーフの選手が降りてくるんで、まあ、ここに対してライスが出ていくことでなおかつサカは絞ってジョーンズにまずパスを入れさせないことっていうのを行っていきますでそうすることによってゴメスがフリーなんでここにパスが出る形っていうのはかなり多くなっていましたでゴメスにパスが出た瞬間に、まあ、サカが プレッシングをかけていくことで、ジョーンズはサポートを行うんで、これに対してライスはしっかりとついていくことって、サイドをしっかり閉じ込めておいて、ボールを回収していくで、回収した先で中央の選手たちを動かしているんで、ショートカウンターに出る回数っていうのは多くありましたし、その精度っていうのは高まっていたんじゃないかなと思います。当然、ミドルプレスっていうのも準備していて、まあ、基本的なところをしっかりアーセナルは4をかま4 4 2でブロックを構えながら、 作っていたんですけど、まあ、外側外側に追い出して自陣ゴール方向から遠ざけていく守備っていうのをしっかり行うことができていました。 442のそれぞれのラインはそれぞれのライン間を消していくこと外側に誘導するためにライン間をぼかしていくことっていうのがかなり上手でまあこれを行っていく中でまあこのようにじゃあ例えばインサイドハーフがセカンドラインの手前に降りてきた場合っていうのはボールサイドのセンターハーフが出ていく形が多くなっていきますでそうするとマルティネンリも坂もですけどグッて下がってきてカバーポジションっていうのを取る形が多くなっていきますで当然ライス もうしっかり絞ってきて、ここのライン間を消していくことで、外側に誘導していく形が多くなっていました。で、外側に誘導した瞬間に、ジンチェンコはしっかり縦を切りながら、全身を止めていくポジションを取ることって、ま、ずアーノルドにボールが出た瞬間に、マルティネンリが プレッシングをかけていくんですけど、まあ、これにこうしてジンチェンコもしっかりプレッシングをかけていくことで、まあ、ここでボールを回収して自分たちの攻撃の時間っていうのを作り出すことっていうのができていたんじゃないかなと思いますでこの試合はハバーツもウーデゴールもセンターバックに牽制に行く守備としっかり戻りきってマカリスタを消していく守備っていうのがめちゃめちゃ勤勉にでなおかつ素早く行えていましたし、まあ、ジョルジーニュだったりライスが前に出ていった先のサカと マルティネンリのこのカバーの速さっていうのも本当に高いレベルにあったなと思います。で、これによってアーセナルはリバプールにボールを持たせるんですけど彼らのスピードを消していくこと、でなおかつ彼らの旋回っていうのを消していくことができていてリバプールからするとかなり窮屈な保持になっていたと思いますし、まあ、リバプールもリバプールでウイングで。 時間を作った瞬間にインサイドハーフがチャンネルをランニングしないっていうのはこの試合多くあって、まあ、そこがまあ一つリバプールが素早さを出せなかった要因にはなっているかなとは思うんですけど、まあ、それでもアーセナルはしっかりリバプールに対してストレスを与えていくような守備と彼らのやっぱ個々人のプレスのうまさっていうのが光った試合だったんじゃないかなと思います。本当に終始 なんかアースナルの方が試合を作っていたなと思いますし攻撃からだけでなく守備からでもしっかり試合を作れるチームになっていってるんだなと思いました本当にアースナル強いなと思いましたし、まあ、リバプールはリバプールでちょっと良くない時のリバプールが出てしまったなっていう試合だったんじゃないかなと思います、まあ、アースナルのプレッシングのところを考えてみてみると本当にめちゃめちゃ面白い試合なんでぜひ皆さんこの試合見返してみてくださいはい 本日も長々と喋らせていただきましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ